シェーカーソートは、ソートのアルゴリズムの一つ。バブルソートを、効率が良くなるように改良したもの。別名は、双方向バブルソート、改良交換法。バブルソートではスキャンを一方向にしか行わないのに、対し、シェーカーソートでは交互に2方向に行う。バブルソートと同じく安定な内部ソートで、最悪の場合の時間計算量は、O である。 バブルソートで1回スキャンを行うと、最後の要素1個が、スキャン範囲中最大であることが分かり次回のスキャン範囲を1狭めることができる。さらに、このスキャンの最後で連続して M 個の要素の交換が行われていなければ、その M 個については、ソート済みであることが分かるので、次回のスキャン範囲を M 狭めることができる。この工夫で、後半がほとんど整列済みのデータに対して、 バブルソートが高速に行えるようになる。シェーカーソートはこれに加え、スキャン方向を毎回反転することにより、スキャン範囲を後方からだけではなく、前方からも狭めるようにしたものである。挿入ソートのように、ほとんど整列済みのデータに対しては高速に行うことができる。C 言語による実装例を示す。include, アルゴリズム std, スワップテンプレート タイプネム T、ボイドシェーカーソート。int トップ、インデックスイコール0。int ボット、インデックスイコールナムエレメンツ1。ホワイル。int ラストスワップインデックス。順方向のスキャン。ラストスワップ、インデックスイコールトップインデックス。4。if。std、スワップ。ラストスワップ、インデックスイコール i。 bot, index, イ a ールラストスワップインデックス、後方のスキャン範囲を狭める。if, break, 逆方向のスキャン。ラストスワップ、インデックスイコール bot index, for, if, std, スワップ、ラストスワップ、インデックスイコール i。top, インデックスイコールラストスワップインデックス、前方のスキャン範囲を狭める。if, break, t は、スキャン範囲の先頭、b は末尾を表す。初期データ、843765211回目のスキャン終了後、43765218、tb。2回目のスキャン終了後、14376528、tb。3回目のスキャン終了後、13465278、tb。4回目のスキャン終了後、12346578。 TEB 5回目のスキャン終了後 12345678TEB 6回目のスキャン終了後12345678合計交換回数7プ6プ4プ4プ1 0イコール22ありがとうございます